えー、こんにちは、ミスターマイアさん、そっか塾の久保でございます。いつもメッセージありがとうございます。そして動画をご覧の皆様も、こんにちは。えー、今回はですね、 4つの段階についてちょっとお話しようと思います。まあなんかね、4つの段階とも唐突すぎるんで、あれですけど、まずは申し上げてると、知るっていうレベルがあるんですよ。知るっていうレベル。全く知らないと無なんですよ。ですから、知るっていうのがすごく大事な第一歩になってきます。知るの後に分かるっていうのがあります。知っていることと分かっていることっていうのは似てるんですけども、こんなにね、天長とどの開きがあるんですよ。おそらく多くの方は、知ってるよって言って終わってることを分かっていると勘違いしてるんですけども、でもね、 分かっているののと知るのってほんと違うでですよ、うん、で分かっってているってどういうレベルかっていうと人に説明できるレベルで知っているってことなんですよ。人に説明できるレベルでね。だから何かを学んだら私は必ず動画でアウトプットすることにしてるんですよ。その説明がうまくいってだどなたかがその情報を受け取ってくださったらあなるほど人に伝わったんだなと思って私は知るから分かるに。 動いてきたんんだななと思うわけなんですすよそ,れその次の次レベルで,す知るできるっていうのは100回中1回か2回できるみたいなね、えー、そういった形になってきますそしてできるの次はできたっていうことになりますできたっていうのは意識したらいつも同じ結果がもたらされるっていうレベルなんでこれは本当にねプロフェッショナルの超上級クロートのレベルになってきます、えー、例えば私があ Facebook ライブをします もしくは YouTube で動画を公開します。これはですね、第4段階言ってるわけなんですよ。第4段階。できたになってきます。なぜなら、私が動画をアップロードすると、必ずどなたかが見るわけなんですよ。1日に大体100回ぐらいは再生数が出ていますね。ということはどういうことかというと、私の YouTube とか動画のレベルっていうのは、100回、当日100回の再生をさせて、えー、されるぐらいのできたレベルなんですよね。でこれがだから人によっては、超上級の まあ動画をアップロードしたら、1日のうちに1000回とかね、1万回とか10万回ってレベルがありますけども、動画をアップロードすることはできる。できるんだけども、再生が10以下って方は結構いると思うんですよ。だこれは、まあ10回のレベルで言うと、できたってことになると思いますけども、やっぱりね、まだこう、できるっていうレベルですかね。アップロードができるよと。 誰かに再生してていただくことでできるよって形です、えー、ちょっと物語が発生するんですけども今 YouTube ってのがあるじゃないですかこれはですね実はできるできたのできるのレベルまで一気に皆さんを持ち上げるためのフェーズなんですよねなぜかっていうと YouTube ってのに入っていてお互いに名前とか顔とか意識するじゃないですか誰が動画を撮ってるか意識しますよねそしたらチャンネル登録をお互いにしてアップロード数値がポーンとくるとちょっと見てみようかなっていうふうに気になるじゃないですか ということで、お互いに再生されるわけなんですよ。そういうことでね、まずはこういうふうな、速化塾っていうのを活かして、えー、とりあえず動画をアップロードしたら、誰かが何人かは必ず見てくれるよっていうところまで、えー、皆さんね、来ていただいたわけなんですよ。今度は、できるの次、できたのレベルに YouTube の方を持っていっていただきたいと思います。例えば、YouTube で、えー、動画をアップロードしました。 1> 丸1日っってて時間経って自分はどのレベルのできたなのかそれは10人なのか100人なのか1000人なのかそういうふうにして自分のレベルを測っていくってことができますそうなるとですね大体1回動画をアップロードして1日で100回再生されるとすればこれがですね30日で3000回の再生は堅いってことなんですよあとは動画の作成本数だけなんですよね一1本で、えー、3000再生1か月でされるとしたら、えー、100本作ったらどうなりますかね 三千再生では私がどこを目指してやってるかってことはなぜお分かりいただけたと思うんですけどもね、えー、そういうふうにして、えー、ご自身のね、えー、知る分かるできるできたという4分割で、えー、4段階でやってみてはいかがかなと思います FX もねやっぱり似てるんですよ FX も分かったつもりでも意識して結果を導き出さないってことはまだあ知るというレベルがあ抜けたかどうかってことなのかなと思っちゃいますよね うん、まあ、いずれにしてもですね、自己否定感を持つことなんですよ。いつもいつも初心に帰って、いつもいつも最初の第一歩に帰って、またやり直してみる。またやり直してみると。進化しても、自分でその進化を壊して、第一歩目に、えー、やっぱりね、立ち返っていくとい,うということでございます。私もですね、年に一回は、まるでど素人の感覚で、ま,また一からね、やっていくわけなんですよ。一年経ったらまた一からです。えー、ですから、FX の場合は2017年に始めましたんで、2018年の。 6月に私は夏季講習ということで、えー、自分でね講座を作って大阪に集まってそして、えー、速化塾のおプレミアムこちらの方の第1号目の生徒になったわけですよ私自身がねで2019年も私はもう一回プレミアムを学ぶためにセカンドの第1号の生徒になりましたこういうふうにしていつもいつも第一歩に戻る第一歩に戻るってことをやっぱりね意識することによってできるからできたに進むっていうところもありますしあとはね慢心しないってことなんですよ うんやっぱりね、ずっとやってると、だんだん満身してくるんですよね。で、うっかりしちゃうんですよ。隙ができるんですよ。そうならないために、私は、まあ今日もね、一から学び始めようかなというふうな意識を固めます。はい、えー、ミスターマヤムさんもね、えー、でもすごく高い意識でいろんな動画を見てらっしゃると思います。えー、必ずものになると思いますんで、えー、まあ3年とは言わないですけど、3年のつもりでやってると1年ぐらいで結果が出るんじゃないかなと思います。頑張ってください。で失礼します。